大会まで10日となったこの日、周南市の体育館に一人の選手が姿を現しました。今や世界に名を轟かせる地元の高校のエースが入団するとあって、会場には多くの報道陣が集めかけています。柳井商工バドミントン部で日本 A 代表の宮崎智香選手です。秋田最強の一員に加わることができることを非常に嬉しく思っています。3月に高校を卒業する彼女は、アクト最強への入団が内定。SJ リーグにも参戦する予定です。宮崎選手は大阪府出身で、柳井中学から柳井商工高校に進学。高校1年の時には、世界ジュニアで優勝するなど、6年間、山口で世界への道を切り開いてきました。全国の強豪チームの誘いを断り、アクト最強を選んだ理由とは。山口県に恩返しがしたいっていう思いもありますし、また環境を大きく変えたくないっていう思いもありました。中学校入学とともに親元を離れ、柳井で過ごしてきた宮崎選手。地元チーム、アクト最強の選手たちと練習を重ねてきました。選手やチームが練習に取り組む姿、監督、コーチ、とても素晴らしい環境の中で、もっと上の目標にチャレンジしていきたいと思うようになりました。自分のことを理解し、優秀なスタッフが揃うチームで、新たなステージへ踏み出す宮崎選手。チームには柳井商工出身で宮崎選手より一学年上の田口麻也選手が所属しています。田口選手も去年世界ジュニアのダブルスで優勝するなど、名実ともに世代トップの選手。2人は高校時代、コートの外でもいつも励まし合い、高め合ってきました。そんな仲間の加入をどう感じているのでしょうか。プライベートでも、まあ、バドミントンだけでやっていくのはやっぱ辛い時多いと思うので、なんか気分転換にもすごいなるから、すごい嬉しいです。やっぱ A 代表っていうので、やっぱ自分たちには分からないくらいプレッシャーとかあると思うんですけど、でも何より SG リーグという団体戦を楽しんでほしいなと思います。トップチームがしのぎを削る SJ リーグ。アクト最強の成績は6位で、目指していたトップ4には及びませんでした。今シーズンの目標は優勝です。アクト最強には宮崎選手を含め4人の日本代表が世界を舞台に活躍しています。遠征などでメンバーが揃わない時もたびたびあります。そんな中でも一人一人が体力や精神力を鍛える時間を大切にしてきました。そのトレーニングはやっぱり昨シーズンより一段ときつくなったりとかしていると思います。ランニングを毎日やったりだったり、すごい休憩時間があまりなかったりとか、そういう試合に向けた練習がすごく昨シーズンとは違うなというふうに思います。優勝を目指すチームに仲間入りするスーパールーキーについては、世界戦ってる選手を目の前にして、すごいチームの雰囲気も変わりますし、でもまだ宮崎選手も若いので、そういうプレー以外の面で私たちが引っ張っていけたらなというふうに思います。監督も宮崎選手の活躍に期待を寄せます。世界で戦う選手っていう意味でも、プレッシャーに打ち勝っていくってところが必要だと思うので、そういったところをちょっと克服しながらトライしてほしいなというふうに思っています。山口大会っていうのは、多分バドミントンを知らない人とかやってない人が多分日本一多い会場だと思うので、力を借りて最終巻さんに対して、まあ、全力でぶつかっていきたいなというふうに思っています。やっぱ大会とかでもたくさんの応援していただく声とかもあって、本当に優しい人もたくさんいるんで、そういうところで恩返しが
したいなという思いがありました。一戦一戦自分の全力を出し切れるように頑張りたいです。新戦力を加え、チームメイト11人の気合は十分。地元のエールと期待を胸に、全員で頂点を目指します。 SJ リーグ優勝できるように頑張ります。宮崎選手もそして田口選手も柳井商工に入ってからずっと見てるんですけれども、はい、うん、アクト最強のユニフォーム似合いますね。そうですよね。そして宮崎選手ね、どんどん表情が引き締まっているのがよくわかりますよね、うん、アクト最強でもどんなプレーを、ね、見せてくれるのか、これから本当楽しみですね。そうなんです、うん、この田口選手、宮崎選手をはじめとした若い力の下からの突き上げ、これにも SJ リーグでぜひ皆さんに注目していきたいところです、はい、その SJ リーグなんですが、明日からの山口大会を皮切りに2月まで全国各地で開催されます。まずアクト最強は明日、昨シーズン10位だった七十七銀行と、そして明後日日曜日には昨シーズン準優勝だった強敵再瞬間誓約書と激突します。再瞬間誓約書というと VTR にも出てきた山口茜選手がいますからね、はい、かなりの強敵ですよね、はい、そうなんです。こちらがですね、大会のポスターなんですけれども、その山口選手を含む再瞬間誓約書のお二人います。まずパリオリンピック銅メダリストの志田選手、松山選手の志田松ペア、さらに柳井市出身保木卓郎選手を擁する保木コバペア、保木選手山口に帰ってきてくれるんです、はい、そしてこちらはですね、9月から田口選手とダブルスでペアを組んでいる、ビプロジーのパリオリンピック銅メダリスト渡辺雄太選手、こういったそうそうたるメンバーが集結している大会なんです。本当に世界レベルの、ね、試合を見られるということですから、うんうん、これが間近で見られるって本当に貴重な機会ですよね、うん、本当に貴重な機会です、うん、バドミントンは史上最速の球技とも呼ばれていますし、バドミントンをあまり知らないよという方もぜひその迫力を会場で見ていただきたいと思います、うん、そして何よりアクト最強開幕2連勝を飾るためにも私たちの応援が必要不可欠だと思います。しっかり後押ししていきましょう。中村アナウンサーでした。